ただいま戻りました。自由すぎる。ただいま戻りました。うん、落ちてない。あのね、余裕を持って、危ないってなったっけ、もう気づいて。セーフ。もうそろそろしたら公演の振り返りしよう。ちょうど1ヶ月前とかじゃない？ギリセーフ。ですね、でれん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 、やっとですね、やっと3公演全部振り返れる。逆上がり公演だね。わっやばっ。やばいね。逆上がり、そうテレビでも気になる。なんかフレンチ料理とかさ、なんか全然まだまだ食べれる、なんか豪華すぎるけど、その料理名とか雰囲気見て美味しそうってなってた今。逆上がり公園についてですね。お掃除中。そう、ゴチになりますってやつ。おいちちゃん、おいちちゃん、もうちょっと適当にテレビつけたらなってた。それが横顔、よし、逆上がり声について話そう。やっとですね。逆上がり公演は全公演出演した中で一番苦戦しました。大苦戦した。っていうのも曲も知ってるのも一番少なかったし、振りも細かかったし、メンバー全員逆上がり公演難しいって言ってたほど苦戦して。何が一番難しかったかな。圧倒的海を渡れ、海を渡れ、すごい、もう覚えてんもん海を渡れが一番難しかった。あと不義理、チクチク、もうほんまにさ短期集中やったからさ、もうパッすぐ忘れてるもん。不義理難しい。名曲が多いけど、その分振りとかも細かくて難しかって、もう逆上がりから苦戦したもん。逆上がり二サビとかね、めっちゃ難しくて、ずっとゆずちゃんに教えてもらってた。エンドロールも苦戦したよ。だからずっとエンドロールもマキコさんにまず教えてもらって、でその後ピオちゃんにもずっとやってもらって、でまたひなのとも合わせたりして、みんなで合わせたかな。そうそう、寸劇で始まる公演みたいで、あの汚れちまった悲しみに、あれこれめっちゃ覚えるの苦戦したもん。セリフも エンドロールね。そうだね、ユニットは初めて。かっこいい系かな。全公演でさ、かわいいやつ、ちょっと大人っぽいやつ、かっこいいやつっていう風に全然違う雰囲気のやつを全部できたから楽しかったな。それもまた、エンドロールのキャップがね、一人だけニューエラで、え？みたいな、これ間違ってないですかって聞いちゃったもん、一人だけ。普通多分銀色のやつなんかな、
それやねんけど違ってニューエラのやつかぶってた実は。で一番好きな衣装が個人的に中盤曲の海を渡れかな、それこそその時に着てるチェックのふわふわしたちょっとなんか海外イギリスとかそっちのそっちっぽいブリティッシュみたいな感じな衣装で、それがめちゃくちゃお気に入りでマキコさんにめっちゃ似合ってるよって言われて気に入ってすごいルンルンで着てた。買い取ってへん。でもああいう私服、まあ、私服では着れへんから衣装で今後着れるならさああいうの着たいなって思う。可愛かった。一瞬しか着れへんかったから残念。あとは中盤やってアンコールの衣装がピンクやったっていうのと、坂上がり公園のなんか衣装がね新鮮すぎて、着てる自分を鏡で見るのが見慣れんかった。そう髪型も外羽ベースの巻き髪にしてもらったり全部変えてた。衣装も可愛いよね。かな。でも全公演舞台坂上がりは特にもうゆずさんにとにかくお世話になった期間1ヶ月だったかなって感じ。個人的にはずっと練習してて一緒に、なんかほんまに一人でできそうな練習も一緒にやらないですかって誘ったら来てくれて、ずっと2人でやってた。やっぱさ誰かと練習するよりさ人とやった方があここ違うなとか気づけるし不安じゃないし。一番練習したかな。だから逆上がり公演やりすぎたら逆に僕体忘れたしみたいなのはあった。でも周年終わった後一緒にお寿司食べてお疲れ様ですってやって、実はお家に泊まりに来とって一緒に夜お高いアイス食べて、で朝ごはん一緒に早起きしてドーナツ食べてみたいな、めちゃ仲良くなった機会ですね。実は密かにやってたっていう。美味しかったな。寿司食べたいな。かな。本当に怒涛の1ヶ月、もう6日だから終わってるわ。てかやばい、1ヶ月前をもう一回やれって言われたら無理から1ヶ月か。みんな頑張りました。さかがり足でち、だね。ちょっと振り返りが終わってジーンってしてる。坂上がり公演のユニット予想はちょっと時間がなくてできへんかったけど、みんな当たってた。やっぱりエンドロールっていう声が一番多かった。
ありがとう、お疲れ様って。みんなも見てくれて、長丁場の公演ありがとう。くしゃの確かに逆上がり公演意外だったかな。なんかみんなの昔の推しの話とかいろいろ聞いてて、懐かしい気持ちになったっていう人が多かった。楽しかったな。でもやっぱ逆上がり公演が一番苦戦した分一番楽しかった、踊ってて。フォアグラ、ですね。ちゃんちゃん、うん、感想ちょっとめちゃ遅くなったけど、顔が大きすぎて今隠している最近流行りの太いカチューシャつけてみて。とってもいけるよね。ヘッドホンね、一時期さ、ヘッドホンとスケボー持ってパーカー着てっていう格好に憧れたけど、実際ヘッドホン使わんなと思って。いや、イヤホンが便利だなってなった。七三分けだね。昔から前髪長い時はね、七三分けしてた。64かな。たまにセンター分け、あ、センター分けあんましてないか。そうとしてんな。何話してほしい？聞くスタイル。では全開。あ、モーニング部。モーニング部のね、記事を上げてから言おうかなって思ってて。あのね、モーニングの食パンは一宮行ってきてんけど、モーニングの食パン実は10センチ立方体みたいなそれで実はね、意外とちっちゃいねんな。だからペロって食べれちゃうねん。あれ大きいっていう風にめっちゃ見えると思うねんけど、あのパンの一斤が、一斤でもないか、実はめちゃくちゃでもないけど、想像以上に大きくなくて、ちょうどいいサイズ感、ほんまに。そう、写真ではそう見えるねんけど、実は、あ、意外と見たらちっちゃではないけど、意外と小さいんだなみたいな。そう、なんかなんやろうね、あれ写真マジックなんか大きく見える。そう、エゴピ、エゴさんのハニートースト、あんな大きくないよ。実はだからね、そんなみんな食べきれんとかじゃない
うまいな、みんな顔が小さいからかなってそう見えたんかなって。関係ないと思う、ほんまに。ぜひぜひ行ってみてください。またあの行った感じのやつはね、このショールーム終わった後に投稿であげようと思うので、詳しいことは伏せておきます。朝からゆずに癒されて可愛かった。なんか初めてかな行ったのご飯だから、今度またゆっくり行こうって。朝だとねちょっと時間さそんないられへんから、長いできへんから、今度ゆっくり二人で行こうねって言ってバイバイした。そう、一宮にねいっぱいあるからたまにしか行けへんけど、遠い分。なんか自分だけのモーニング見つけたいなって思ってる。雑誌にもまだ載ってない落ち着くそんなところを探したいなって、開拓したいなって思ってる。ぜひ時間があるときに行ってくださいな。そう、今回のところはめっちゃ並ぶっていうのを覚悟していったから全然やってんけど、多分早起きしすぎたのか、ちょうど帰る頃に混み始めてた。やっぱ行くからにはね、なんかその混む時間帯じゃなくてちょっと避けて早めに行きたい派なんで。とかね、たまにランチも美味しそうならランチも挟む時間に計算していくのもありだと思うし、今日もなんか少し混んでたかも、ちょっと並ぶかもって感じだったけど、時間帯がちょうどよくてススーって入れた。ハッシュタグ SK モーニング部で調べたら結構いろんな人が言ってくれてるみたいで嬉しいなと見てます。次は誰と行こうかな、どこに行こうかなって感じだね。予定とスケジュール相談しつつ、あ、今日のモーニングはなんといっても値段がめちゃくちゃ安くて、ドリンク代であれがついてくるから、もう一宮モーニングのクオリティのすごさを身に染みて感じた。安い、とにかくちょっと遠い分、やっぱ愛知県名古屋市から離れる分安いし多い。やばいよね、やばばー。モーニング恐るべし、モーニングだから行けれるよね。嬉しい、ゆずが喜んでくれてたって嬉しい。ちょっとお財布にも優しい。今日はブラックコーヒーを飲まんかったな。なんかずっとインスタとかで調べてたらラテアートが可愛かったからラテ系飲みたいなと思ってキャラメルラテにした。ちょっと甘かった、普段のカフェラテよりは。いいよね、回数券とかね、いいよね。
幸せでした。ぜひ行ってみてください。もう明日は金曜日やで、早くない？びっくりやねんけど。あと1日1週間も。そうだよね、1週間前会えたのにと思ったら。またみんなに会えそうな機会もあるので11月の楽しみも増えてくね。そう、21日もね、追加で日程が発表されて、まさかの誕生日に一番近かったけど。でもみんなね、県の配分難しいよね。遊びに来れそうだったらお待ちしております。そうだね、21日は生誕 T シャツ着ようちかも。ねえ、21日の先もあんのか分からへんけど、地下の予想はなさそうだと思ってる。11月はさすがに3回やったし、みんなの件のことも考えたら。またね、新曲が発売されたらどんな風になるか分からへんけど、みんな会いに行ってね。たくさん現地でトーク会なのかオンラインになるのか分からんけど待ってます。ちょっとね、現地でお話し会だとなんかマスクしてさ、みんなシールドじゃなくてなんだっけあれ、保護シート、あ、くしゃみくしゃみ、メイクシートじゃない、保護シートと、そう、飛沫防止シートがあるから、ちょっと聞こえづらい時があるから、ちょっと声のボリュームを上げつつ耳を澄ますので、来る人は大きい声、大きい声だとね、でもどうなんだろうね、聞こえやすいようにお話ししてもらえたら嬉しいし、しかも聞こえやすい声で話すので、お互いね、なんだろう、話しやすく聞こえやすい会話ができるだけできるようによろしゅう頼みます。そうやねんな、うんみたいな、それで終わっちゃうの嫌やからさ、時間足りんくて、うん、そう、あとね、フェンスに触るのがダメみたいやから、なんかみんなね、多分線がさあんねんけどさ、もう分からんくなっちゃうじゃん、来たらね。フェンスには手は置かず、まっすぐ気をつけて、その方が多分フェンス触っちゃうと注意されちゃうから、その時間ももったいないから、フェンスに気をつけつつかな。そう、何回もね注意されちゃうのも、その時間に話せるじゃんってさ思っちゃうしね、だから気をつけてねっていうのも、しかもどっか書こう。で、反省を踏まえて21日お待ちしています。8日と11日はエス公演、21日はトーク会、ちょっとずつなんか今までの日常が戻りつつあって
楽しみだね。今日も大富豪しよう。何時からしよう。あ、ベッドタイムじゃん。ベッドタイムに寄りたかったのに。お風呂出たらやろう。9時半から大富豪するね。パッションフォーユーもね、みんながカード進化したよって報告見てるのでバッチリ。21時半から大富豪で会おうね。昨日めっちゃ雇ってんけどね、21時半から10時ぐらいまで。実はじゃあこの後すぐにお風呂入って明日の準備して、どれだけ床で寝ても夜は眠れちゃう。ちかちゃんでした。ってことでこの後はね、まずインスタあげよう。そう、パッションフォーユーね、誰応援しようって感じだよね。みんなみんなが応援してあげたい子を応援してあげてね。しかもかチケット保ったら誰に投票すればいいんだろう。そういうの悩むよね。まあ、とりあえず剣集めしてパッションフォーユーのカードレベルアップしつつ頑張りましょう。コツコツ日頃からね、頑張ろうねみんなで。謎のピースおやすみ。ありがとう見に来てくれて。また明日も配信できそうだったらしようかなと思いつつ、11月はできるだけたくさん配信する予定なので、バイチャ。